このように底板の上に置きます。で、戻します。これで少し様子を見たいと思います。こんにちは、週末予報チャンネルのまゆです。ニホンミツバチの天敵にスムシというニホンミツバチの巣を食べてしまうガの幼虫がいます。スムシがたくさん繁殖するとニホンミツバチが生活できなくなって巣箱から逃げてしまいます。12月にスムシの対策商品、このスムシッコカードが発売されるので一足早く使ってみたいと思います。これがスムシッコカードです。こんな感じになっています。一袋に2枚のスムシッコカードが入っています。このカードを巣箱の底に置いておくと、卵から羽化したばかりの小さなスムシがこのカードに誘引されて、カードに含まれている BT 剤を食べます。そうするとスムシが死んでしまいます。開発者の西村さんによると、スムシは年に2回発生するそうです。4月から5月の上旬頃に1枚目を置いて、3、4ヶ月で有効成分がなくなってしまうそうなので、7月の中旬から8月の上旬くらいに2枚目と交換します。このスムシッコカード1セット2枚で1つの巣箱のスムシ対策を1年間行うことができます。もう11月になっているのでスムシは少ないかもしれませんが、スムシは5度以上で活動できるそうなのでまだいると思います。試しにこちらの巣箱に入れてみようと思います。これは鉄製台を使った巣箱です。この台はスムシ対策で4方向が巣網になっていて、底板の上にスカスが溜まりにくくなっています。底板が引き抜けるのでゆっくり引いていきます。ちょっと気温が低いのでミツバチの機嫌が悪いかもしれません。刺されないように注意しながらやっていきます。スムシッコカードのフィルムが貼ってある面を上にして、このように底板の上に置きます。で、戻します。はい、これで OK です。スムシの親のガは夜に巣門から入ってきて、巣箱の下の方に卵を見つけるそうです。羽化した後、1日から2日間は隠れ場所と餌を求めて巣箱の中を徘徊するそうです。スムシッコカードはこのような生まれたばかりのスムシを誘引して BT 剤の成分を食べさせてスムシを駆除します。ただ1センチ以上に大きくなったスムシはスムシッコカードを忌避してしまうそうなので殺せないそうです。はい、これで少し様子を見たいと思います。今回はスムシッコカードを巣箱に設置してみました。スムシに悩んでる方も多くいらっしゃると思いますので、スムシッコカードが多くの愛好家の方々に役に立つと嬉しいです。スムシッコカードは週末予報でも販売しています。詳しくは概要欄から詳細をチェックしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルではニホンミツバチに関する情報を発信しています。この動画が参考になったり面白かったら、ぜひ高評価とコメントをお願いします。それからチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。